皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は勉強したのに成績が上がらない、勉強しているのになかなか成績が上がっていかないと、こういう悩みを持っている人にどうしたら成績が上がるのかというヒント、このお話をしたいと思います。まず A のパターンと B のパターン。 A のパターンは毎日3時間勉強しているのに成績が上がらない。これに対して B のパターン、毎日同じ3時間勉強して成績がぐんぐん上がっていくと、全く違うパターンになりますよね。これどこが違うのかという部分、多分こういうことだと思います。2つの違いは、まず A のパターンの人は3時間という勉強の時間、うわ3時間もやった、こんなにやったんだという時間の長さですね、ここのところだけに満足して勉強した中身についてあまり考えていない人と、ね、今日は3時間もやった、勉強したと、これで満足しちゃっている人いないでしょうか。これに対して B のパターンの人は3時間の中でどれだけ覚えて問題を解けるようになったのかとかね、今日はこの問題を絶対解けるようにしようと、解けるようにしようと、そういう意識し、これをもって勉強していると。この2つの違いによって同じ時間勉強したのに全然成績が上がっていかないと、片方はどん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 上がっていくと、この違いが出てくるんじゃないかと思います。じゃあどんな風に勉強したらいいかということですよね。成績を上げるための勉強で最初にすべきことは知識を増やすことです。勉強ができるようになるために最初にすること、知識を増やすこと、ね、詰め込みとか暗記良くないって人いますけれど、知識なしで物事を考えたり工夫したりね、問題を解決したりはできないんですね。まずだから必要な知識を増やしましょう。これは受験でも定期テストでも同じですよね。定期テストだったら範囲があって、範囲の中にある出そうなものって覚えるでしょう。公式ね、そういうものを覚えるでしょう。覚えなきゃ使えないんですから、まず最初に必要な知識を覚えて、次にですね、次があるんですよ、次にそれを利用して、覚えた知識を利用して問題を解けるようになるまで練習する、復習の部分ですね。この練習する、何回も練習するということで、どん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 その知識を使えるようになるんですね。これを無視して時間ばっかりかかって効率の悪い、ね、成績の上がらない勉強をしている人って意外と多くいるんですね。じゃあ覚え方で意識してほしいところがあるので、これを覚えておいてください。意識してほしいのは理解しながら覚えるということです、ね、使える知識を身につけるには理解しながら覚えることが大切です。理解なしで単純に丸暗記したもの、ね、こういう知識は応用が効きません。暗記した通りに出れば問題は解けるんだけれど、少しひねった問題になると全く解けないと、こうなってしまうので、理解しながら覚える、これを意識して勉強しましょう。理解して覚えたこと、これを必ず復習してください。復習しなければ身につきません。何度も反復練習、何度も復習することでしっかりと記憶に残って使える知識になると、こういうことなんですね。今日は勉強したのに成績が上がらないという悩みについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。